皆さんこんにちは、フォーゲーマーのいつきです。編集部のゆうすけです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、前回ご紹介した、新しいキャラクターの新たき一頭の育成に必要な突破素材ですね、こちらをドロップする、新しいボス黄金王獣の攻略方法を解説していきたいと思います。噂によると岩元素キャラクターが必須だって聞いて、はい、そうなんです。前回にも言った通り、僕岩元素全く育ててなくてさ、急いで行子をなんとかレベル70にしてきました。お、今回そのギミックを、破壊するのに岩元素のキャラクターが必須になってしまっていて、最低でも2人パーティーには岩元素入れておいた方が攻略スムーズになるかなと思います。こちらの黄金王獣ですね、出現するフィールドがついこの間追加された、フィールドの鶴見に、出現するボスモンスターとなっていて、世界任務の聖雷竹雷機と、任務の注文の多い作家を、進行することが必須になっています。これを進めないともうそもそもボスが出現するエリアに上陸することができないので、新たき一頭さんを育成する方は先にこちらのクエストを進行していく必要があると。これから実際に今プレイしながらちょっと注意する行動がいくつかあるので、そちらとあとは攻撃のタイミングですね、こちらのボスモンスター基本的には浮遊していて、弓キャラクターや砲撃キャラクター以外では攻撃することができないんですね、なので、地面に降りてくるタイミングだったり攻撃を狙えるタイミングをご説明しながらプレイしていけたらなと思います。今回ねちょっとゆうすけさんに協力していただいて、マルチプレイで挑んでいけたらなと思います。はい、もうねすでにボスの前まで来ているんですけど、マップはこちらですね、鶴見のこの少し離れた離島にあります。マップでもしっかりマーカーが出ているので見つけやすいと思います、こちらに行くとですね、こんな感じで黒と茶色の亀裂が入ってるの見えますよね。不穏な感じするね。はい、あそこに行くと、あ、鳥の卵、あ、ちょっと自分のワールドですよ。いただき取られちゃった。はい、こちらに行くと黄金王獣と戦うことができるんですね。ちょっと近づいてみましょう。よいしょ、はい、出てきました。おー、ぬるってきたね。ぬるっと、もう殴っていいの？はい、ただこの出現中は攻撃力すごく下がった状態なので、あんまりダメージが入らない。そうですね、しっかり出てから。マジで空飛んでるじゃん。いや、マジで届かないんですよね、これ。おー、いけ。あ、で、こちらホーミング弾を3発飛ばしてくるコードです。なんかホーミング弾？はい。避け方のコツは？避け方のコツは、着地と同時に爆発があるので、こちらに来た瞬間に1回だけダッシュを押しましょう。なんかビームしてきた。こちら、これ攻撃チャンスですね。あ、なるほどね。はい、降りてきてるから、そこで、はい、攻撃することができます。あと先ほどのビームですね、行幸の今置いてある元素スキルで遮断することも可能です。これ止めたい。お、なんか竜巻も。こちら注意行動です。こちらが来たらもう真っ先にダッシュで逃げましょう、はいはいはい、こちら、はい、巻き込まれると、あ、落ちてる。はい、そんな感じで連続でダメージを食らって侵食ダメージで倒されてしまうので、ちょっと注意です。で、この後ですね、この後が攻撃チャンスです。地面に降りて少し休憩するので、こちらの間に攻撃していきます。確かに弓だと普通に攻撃できていくかもしれない。そうですね。あ、またレーザーが来ました。こちらのレーザー懐に入るとこいつ無防備なので、そうそう、この間にもこうやって攻撃することができます。で、こちら結構長いので結構チャンスタイムですね。無駄な努力をやはい、体力が一定以上削れるとボスが無敵になって、骸骨、犬型の骸骨をこんな感じで3個飛ばします。
でこちらが先ほど言っていたギミックで岩元素じゃないと壊すのにすごく時間がかかるんです、ね、ほとんど岩元素キャラクターが必須って言われてる。なんか地面が光ってるけど、はい、こちらうわこの状態で起きる広範囲攻撃とその後に起こる周囲攻撃です。この世の中にいる人はまた凝固が倒れてしまった。あこれは他の元素攻撃で全然もう入らない、ね、全然入りませんね。もう岩元素じゃないと入りません。契約は全滅しちゃったよ。はい、3体目を壊すとこんな感じでスタンシになります。ゆうすけさんが来るまで時間を稼がないと。こちら侵食がかなりきついので、うん、できることなら、ヒーラーを用意しておくと攻略はしやすいかと思います。ただ体力自体はそこまで高いわけではないので、こんな感じでアタッカーでガンガン殴って攻略していければお、いけた？はい、討伐することができますね。終わっちゃおう。お、ゆうすけさんは初討伐ですね。そうだね、初討伐です。この獣域王旗ってやつがその素材かな？はい、そうですね、そちらの素材が新滝の突破素材になります。ゴロは違う？ゴロは別のボスモンスターですね。別のボスモンスターなんだ。稲妻が実装されて少し経った時に、うん、カラクリ神経って言われるボスが登場したと思うんですが、うんうんうん、あちらの突破素材、あちらで落とす突破素材でキャラクター強化ができますね。はい、カラクリ神経やってきました。結構ね、前に実装されたボスなんですけど、意外と倒し方が難しいボスですよね、うん、なんかでも割と岩元素以外のキャラクターは座っているつもりだから、うんうん、多分本当にゴロの突破素材になったおかげで今日ついでに倒されに来たって感じじゃないか。そうですね、ちょっとかわいそう、うん、じゃあちょっと見せてもらいましょう。剣に近い、追いつけない。自分はちょっとまだレベルだけしか座ってない、荒滝さんで。さっきの僕の行動も本部が簡単なのでマジで使ってる。逃げ道はありません。ほら減ってくる。さあ落下攻撃、ここちょっと注意ですよね。この落下攻撃が地味に痛い。カラクリと比べるとやっぱり神様の手が込んでる気がするよね。そうですね、無我の境地。でもこのボスすごい好きなんですよ、うん、この変形する感じとかちょっと分かれる感じとか。殴りやすさは断然こっちだけど間違いないですね、うん、はい、自分もちょっとフータン使いました。うわすげえ、さすがっすね。さすがの雷電将軍と。はい、うん、今倒したカラクリ陣形から、まあ、ゴロの突破素材が落ちると。この工場カラクリの神ってやつ、はい、こちらですね、うん、これがゴロの突破素材になってる。はい、こちらを使用して、まあ、突破できると。こっちは比較的なんか特定の元素属性のキャラクターが育ってなくても倒しやすいから、まだ集めやすいかもしれない ね、 そ、 まあ、そのギミックの部分が属性にあまり関係ないので、うん、元素に、まあ、こちらの方が倒しやすいかもしれないですね、まあ、やっぱり岩元素育ててないと黄金王獣はちょっと辛いかも。うん、確かに。もしくはまあ先ほど僕らみたいにマルチプレイで、はい、もしそうね、岩元素触ってる友達がいたら一緒に行くと楽かもしれない。そうですね、はい、ということで
黄金王獣と、まあ、からくり陣形ついでに倒されたついでに、うん、倒してきたんですけど、やはりちょっと侵食が強いですよね、うん、存在が油断するとやっぱり待機中のキャラクターの体力が、まあ、気づいたらなくなってたりとか、うん、まあ、火力の高い先ほどユースケさんがまあ攻撃を受けてしまったあのスカル召喚中の広範囲攻撃、うん、地震みたいにズドーンってきたからね、まあ、あちら受けてしまうとすごい事故が起きてしまうボスですよね、うん、反対に岩元素キャラクターをちゃんと育てていれば攻略はそんなに難しくない、優しいキャラなのかな。そうですね、うん、こういった事故、うん、ちょっと起きにくくなるちょっとおすすめのキャラクターっていうのを紹介できたらなと最後に思います。まず最初にユースケさんが使っていた星4の岩元素の防御キャラクター行幸ですね、うん、こちら通常攻撃が岩元素ということで、あのギミックのスカルをすごい壊しやすいんですね、うんうん、確かに壊しやすかった、はい、それに加えて元素スキル あの設置物、うん、あちらで、レーザー黄金王獣のレーザーと、ホーミング弾ですね、うん、あちら全てブロックできるのでもう完全にカウンターキャラクターですよね、うん、まあ、育っているんだったら行幸を連れていけるといいのかなと思います。足から来る攻撃だけは注意しないとね。そうですね、うん、飛び道具はなんとかなるけど地面から来るとさすがの行幸でもちょっと HP が吹っ飛んだので、はい、まあ、あとは先ほど言っていた侵食だとか、うん、あとは広範囲の高火力の攻撃、あちらの対策として三五の宮ここに、うんうんうん、とあとは無料で獲得できるバーバラ、うん、やあとはジンとか、うん、あとはナナですね。やっぱり先ほど挙げたようなヒーラーでちゃんと HP を確保することが重要になりそうですね。はい、そうですね、はい、今回ちょっと早いんですけど、まあ、こちらで動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。